ばあちゃんが焼いたサバサラダご飯。髪の毛？きゅうりの生ハム、きゅうり、そして肉じゃが。じゃあパパ結んであげるから持ってきな。きゅうり？これ今日の料理しかけたの。する。いや、邪魔だな、これ、スイッチとか。これどこ行った？いや、パパ消えてるよ。いや、もうリモコン付けたの、パパ。YouTube のやつして。何これ。いや、ファイターズまた負けた。全然冷たくない。いや、冷たくなさっき買ってきたの。今日負けた。負けた。こっち向きな。そう、一気の顔見て、一気の顔。透明だ。そう、じーっと見てな、一気の顔。一気の顔じーっと見て、キュウリ食べてな。よいしょ。それ美味しい。これ？春巻き。美味しい。あれは？肉じゃが。食べた。美味しい。美味しい。一気に美味しいね。このサバ多分めっちゃ美味しいと思う。うまっ。パパはちゃんとおにぎり一人で作れたよ。何作ったの？じゃん。全部海苔で割れてる。すごい。今日このちょっと春巻きをね、食べて。結構味付いてた。食べる。味付いてる？あ、塩味付いてた。塩味ってのあれ、生ハムの味だよ。美味しい。パパ、これご飯あんま全然出てこない。待って、ご飯まだ入れる？うん。なんで？これでいいの？充電させてもらえませんか？どういうこと？これ見る。バイクで移動してね、人んちで充電させてくださいって充電して移動するの。うまの分詰まった。何？じゃがいも？この中ね、プルプルの中かラーメンみたいな。ラーメン？あれよ、なんだっけ、どうしてさ、これ、ん？こうラーメンみたいなやつ。しらたき。そう、しらたき。しらたきって感じある？白いたきって書くの？そう、汁炊き。あ、キロって感じでかける。キロ？キロこうでしょ。汁は、ほんまそう。うわ、こう、なんでこうってピタこう書いてた、汁。それ、あれじゃん、全然書き順はちゃめちゃだよ。いや、書き順だけ、あー、書き順じゃ、見て、こう払って下に書く感じだ。学校でなっちゃった。何それ、どういう字。いつも学校でやっちゃう。書き順度忘れて学校でやっちゃう。書き順がどうこうの話じゃない。書き順がどうじゃなくて、漢字がもう間違ってる。もう一回書いてみて。いいの？うん、書いて。こう、上にこう、大きく、こういう、こういうふうになってない？合ってる。合ってる？こう？
反対側見たらおかしくない、こっちから見たらガッ、合ってた、合ってた、うん、反対側見るとなんかこう見る、こう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 、うん、うん、見ても分かんなくなってきてんじゃん、うん、で、側も 見つけてないじゃん、充電コードね、充電コードじゃなくて充電だって、うん、充電させてくれる家に行くんだよ、家を探すんだよ、家じゃなくて食事に、いや、食…食…あれ、本当に家、お腹いっぱい、お腹いっぱい、全部、もうなくなりそう、お水飲む、うん、まあ、飲む、うん、美味しい、あ、冷蔵庫入れとくね、うん、うん、俺、もう水飲まないよ、もうやめたの、忘れてた、変わってかける、2リットル毎日飲むんじゃないの、しっかり、やべ、これ昨日の分だ、昨日の分合わせて今日3リットル、ね、ここ変わって漢字書き順はっていう、変わって漢字は書き順はわかる、あば、変わって書き順こうでしょ、こうでしょ、んんんなんか、いや、これ食べてみよう、お兄さん食べれるよ、だってハムとキュウリだもんね、ハムにくっついたらキュウリだ、じゃあハム食べれんじゃん、おいしい、ピザがいたい、連絡してみよう、箸出しちゃダメだ、箸出しちゃダメ、なんでダメダメ、前も話した、そうだよ、死んだ人の骨を、骨を運ぶ、そう、渡す時に箸出しないからダメなんだよ、縁起悪いんだよ、もう肉じゃがはなんかやっぱりごさま、うん、うん、サバ食べる、うん、サバ食べる、もうサバ食べる、もう、えらい、じゃあこれちょっとこれ切ってさ、ちぎってさ、やけー、なんか気持ち悪い、で、バシバシバシと、こっちやめて、え、じゃあこれを後ろから食べてもここも、うん、え、ここも一個食べて、うん、おいしい、丸ごと食べる、丸ごと、丸ごと、うん、サバ食べたらね、3、2、1、頭よくない、そう、頭よくない、ワン、おいしい、グッ、これはちょっと飲みたくなるね、うん、これはちょっと飲みたくなる、5時15分ピアスもつけたの、ピアス痛い、ピアス痛い、じゃあ行きましょう、じゃあパパはこれを持ってピクニック行きます、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん、パパ、うん、しょって、これちっちゃくてしょうがない、やるよ、これでしょうか、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん、いや、なんでこんな天気の電気つけてんの、おもしもいけるよ、天気さ、おもしもで閉めます、うん、おもしもで閉めます、閉めちゃう、え、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん、いや、黒、このりや、黒もちょっと、どこにピクニック行くの、こっちだ、こっちも、え、こっちは直ってるんだ、それ隙間あっても大丈夫だ、大丈夫、うん、そう、それでパチンって止めるんだよ、じゃあこれを、じゃあお菓子をちょっと見てみましょうか、お菓子が何入ってるかな、
お、チップめっちゃいっぱい入ってる。ママ、そこチップス。ん？何すんの？あ、そこ行ってから。ん？パパ、髪の毛、うん、よ、5時に髪の毛もうね乾いた。取ってみて。うん、お、乾いた乾いた。よし。これ敷物？よし、お菓子食べ。よし、食べましょう。うん、ラップ。え、ラップ？ラップしてきた。え、何ラップさん？もうラップしてきた。ここね。開けて食べたから、うん、ポテトチップラップしたの。そう、だってね、開けたからこぼれちゃった、うん、開けちゃったの。ガムで止めた。ゴム、ゴムだった。ガム、ガムで、ゴムでしょ。ゴム、あーじゃあチケット。え、チケット、何のチケット？じゃない、動物水族館。じゃこれで、じゃこのチケットで、はい、はい、ピクニックお願いします。よし、この子持ってきたんだ。じゃあこのチップスター食べないで、まだまだ、まだ準備ある。準備ある。あ、やばい、これる。おー、ひっくらっちゃう。よし、え、もうすぐ入んないけど。危ない、危ない、落ちる。これが準備なの。あ、さっきいいじゃんね、ガムで膨らましてた、バーンってここについたから、お風呂入った、うん、もう大丈夫。もう取れた、取れた、もう抜けたけど髪の毛。え、ちゃんとガム取れた。うん、ガムね、いいじゃんの髪の毛ね、うん、ここね、もうこんぐらいね、くっついてね、抜けた。いや、抜けた、こんぐらい。一本取れたの、ちゃんと一本なんて、ピューってね、ガムね、ね、うん、ね、髪の毛ポーって抜けた。あ、髪の毛ちぎれたの。そう、ちぎれちゃった、ガム。でももう大丈夫でしょ。ええ、口でね、取ろうとしたけど取れなかった。いや、口では取れない。なんか引っかかって、ここが黒く見えちゃった。いや